はい、皆さんこんにちは。北陸ドルタボーのドクター翔です。今日は水曜日朝定例の、3R レーシングボルケーノフラットカテゴリー A に参加してきましたので、その振り返りをしたいと思います。ボルケーノフラットを3ラップで37キロという比較的長めのレースになりますが、毎週定例でこちら出てまして、比較的パワーを出せるコースで、私としては相性がいいつもりでいたんですが、今日はなかなか苦戦しましたので、その模様をお伝えしたいと思います。はい、スタート10秒前です。この段階でだいたい4倍ちょっとぐらいで、もうペダルを回転させている感じになります。で、だいたい5倍ぐらいでスタートダッシュです。はい、スタートしました。はい、結局6倍ぐらいまで、だいたい420ワットぐらいまで上がりますが、でこれがしばらく続いていくというのが、いつも通りなんですけど、今日に関してはなかなかですね、辛いスタートで、このパワーが落ちて、なかなか落ちていかないと。で、今私が前に出た瞬間にだいたい250ワットぐらいまで落ちましたけど、これは私がたまたま前に出たからで、結局抜かれてですね、300ワットぐらいまた戻っちゃって、時間として30秒ぐらい経ってますけど、この時間、300ワット超えで引かれ続けるとやっぱり楽ではないと、しんどいなというのがまず出だしの印象でした。はい、で、このレースですけど、何回かこちらの動画も上げているので、同じ話の繰り返しにはなるんですけど、まず一番というか最大のポイントが2つあって、まず海底トンネルですね。海底トンネルの出口のところにちょっとした坂がありまして、でそこの坂終わった後にダートに入るんですけど、そこの一連の坂道と上り坂とダートのところで、油断したり、ちょっと遅れるとその後はとてもしんどいというのが第一の、ポイントです。であとボルケーノ島入ってから、5% ぐらいの短い坂なんですけどあって、そこで遅れちゃうと、そこからゴールまでどうですかね、3キロぐらいになるんですかね。はい、でその、区間をですね、もう本当に必死で追い上げなきゃいけなくなるということで、そこの上りでなるべく、ついていくと、なるべくというか絶対ついていくというようなところがポイントになって、この2つがまず注意しなきゃいけないところになります。で今海底トンネル入ってますが、この段階でもまだ300ワット超えてる感じなので、今日はなかなかなもんですね。これはなかなかしんどい、引きが序盤ありました。はい、私は心拍数的には140ぐらいなので、冷静に考えるとそんなに辛いところではないんですけれども、今日はとてもしんどい感じがしました。はい、前で、今これ何さんっていうんですか、カナダの選手なんですけど、ズイフト認証が入ってるような選手なので、多分強い方なんだと思うんですが、その方が比較的引きまくってる感じで、お願いだからやめてくださいというような、気持ちで序盤は走ってました。はい、なんとかここについていきたいなっていうところでした。今日はいつもとはちょっと違って早いなというような感じでした。はい、でちょっと飛ばしますね。はい、ちょっと4倍で早送りしていきます。で、海底トンネルの、ここの、一発目の出口はほぼ平坦でいいんですけど、今もう一回入ってここですね、ここの出口が、割と 3%4%あるので、こうついていかないと危ないです。で今日は前の方で入れましたけど、ここ要注意です。で私としては今日は、
これまでですとあの出口のところを、まあ、ダンシングして目いっぱい踏んでいってたんですけど、シッティングでケイデンスを上げる形でパワーを上げていけないかなというような、そういうことをちょっと最近取り組んでまして、ちょっとそれでなんとか、まず一発目はクリアできたんですが、はい、それで前の方にもつけたので、まあ、これはこれでいいのかなというような、実験をしてました。はい、で、ただですね、ここ心拍が156とかも上がっちゃってるので、これなかなか、ここのつづらはそんなに登ってはいないんですけど、この心拍数になってくるとちょっと辛い、はい、感じではありました。はい、でやっぱ前の方で引いてられますよね。で彼がやっぱ強いということで、なかなかなハードワークだったなというところです。はい、でここで、ダートの下り入って、ここからボルケーノ島に向かっての、まあ、直線になります。で普通ここでこんな飛び出し方1周目からしないんですけど、なんかちょっと辛かったですよね。私も心拍が155とかなので全然余裕がなくて、でさらに300ワットこの段階で超えてるので、あまりないパターンですね。はい、普通だとここもだいたい250ワットぐらいで 3.5 倍ぐらいになってて、なんとなくクルージング感あるんですけど、今日はあの休ませてもらえませんでした。はい、でここの上りですね。ここの上りでここも、一発目はまあダンシングせずにシッティングのままなんとかかんとか登れてついていけてる感じですね。はい、でこれでなんとなく、まあ、こういうやり方もありかなというような、このぐらいの勾配であればシッティングでもいけるかなというような、まあ、手応えを感じていた時ですね、ここまでは。はい、でここからあとどうでしょう、2キロぐらいですか、2キロぐらいで、スタートゴールゲートになりますが、ここからちょっと走って下り基調になって、はい、ここから下り入っていって、だいたい1キロぐらいだったと思います。はい、はい、これで一周ということで、で大体16分、16分っていうのはどうかなっていうところですね。はい、ちょっと早めなんですかね。うん、なんとなくあのここ3周走って50分みたいなイメージがあって、それだと16分だと48分ですか、なのでちょっと早いのかもしれないですね。はい、で海底トンネル入って、まあ、この辺は、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、ちょっと暗いタイミングがあって、その時に自分を見失うと大変なことになるので、まあ、トロンバイクの場合は比較的あの車輪が光ってくれてるんで分かりやすいんですけど、普通のノーマルのバイクだと自分を見失うことがあって、そうなるとあの気づいたらもう集団ははるか前方みたいな悲惨な状況になったりするんで、そこは気をつけなきゃいけないところですが、まあなんとかここも、前の数人はやっぱり早いんですけど、なんとかかんとか集団としては残れてる感じですね。はい、でまだここの段階で300ワット超えてるみたいなところなので、普段はこんなにパワー高くないですよねっていうことを申し上げたいところですね。はい、割とヘロヘロです。で155、心拍数が155とか言ってましたので、はい、これはかなり疲れてるなっていうところですね。で何でしょうね、結構 C の方とかが多く入られてると、そのペースがやっぱ速くなる感じですかね。
多分振るっていかないといけないんですかね、よくわかんないんですけども、 A の方とかは比較的後ろの方でなんかこう見てる雰囲気なんですけど、私あのその辺のなんか目が甘いというか、あの瞬間的なスピードがあれば多少中切れとかちょっと離れてもすぐ追いつけるんだと思うんですけど、私にその足はないので、なんとなくもう集団に、なんとか集団前の方にずっとついていくしかないっていうちょっと弱みがあって、まあ結局ですね、早く走ってる人のところ後ろをずっとついていかなきゃいけないかなと、あの前の人は入れ替わり立ち替わり早いペースで回してるんですけど、私はそれにずっとついていかなきゃいけなくなるということで、まあ、ドラフティングの効果はあるにしても、なかなかそういうその休み方が下手くそというか、やっぱそれも結局その瞬間的なスピードがないと休めないっていうような感じですかね、はい、でここはちょっとダンシングしてます。2周目はダンシングしてここ行ってます。でもちょっと遅れ気味です。はい、これ結構やばいですよねかなり踏んでます、はい、でなんとかかんとか平坦になったところで前に行けつけたんでよかったですけど、今のはもう完全に切れるパターンで、はい、なんとかつけましたけど、やっぱあのなんかダンシングした時って見た目のパワーはあるんですけど、こう車速にうまく変換されてない感じが最近してて、でシッティングだと一応やっぱり人こぎ一こぎが丁寧になるというか、多分ロスが少なくて、結果的に速い印象があります。で、その辺をちょっと使って、まあ安易にダンシングせずに、まあ、回していこうということを最近考えてまして、ちょっとそういうのに取り組んでます。ただなんかやっぱ心拍が上がり気味なので、まあ、それを使いつつ、まあ、休みのダンシングも入れながらってことになるんだと思うんですよ、現実的には。まあ、その辺をちょっと考えていきたいところですね。まあ、あのベースの力が上がれば一番いいんでしょうけど、なかなかそれって時間がかかるので、まず小手先の技術でなんとかできるところはやろうというようなところですね。はい、で、なんかもう気づいたら3周目なんですけど、この3周目のこの海底トンネル付近でだいたいこの156とかいう心拍数っていうのはなかなかあまりなくて、この辺ってもう普通はだんだん牽制が入ってきて、もうちょっと緩いペースになるんですけど、今日はなんかあんまり休ませてもらえなかったなっていう感じです。はい、やっぱ上がってますよね、なんか。はい、うん、でここの上りで、ついにですね、その時がやってきて、急にパツンと離れました。はい、あのこれ割と屈辱的な切れ方で、一応ですね、ここまだ4秒前と4秒ぐらいなので、それなりに頑張って踏んではいるんですけど、やっぱちょっと集団の力強いので、これを追い上げるほどの力はなくて、で今あのお一人 B の方おられますけど、なんかこの2人と協調してとか思ったんですけど、やっぱちょっと無理で、このような状況でもう完全に切れてしまいました。はい、でまああのこれ A ではもう多分最下位ですので、この段階でだいぶ心も折れかかってたんですけど、あの実はここ2戦か3戦レースの完走ができてなくて、あまりにもこうちょっと落ち方がひどいなと思ったので、今日完走だけはしないとなとは思ってて、まあなんとか頑張ってます。で、ちょっと落ちてくる人を拾いながらかなみたいな感じですけど、まあ落ちてこないですよね。ね、そうですね、こうだからここ A の方とか見てると、やっぱこの辺から強い感じですよね。なんか ここら辺まではまあ大体なんとなくアップってわけでもないんでしょうけど、で、やっぱ勝負どころでやっぱ踏んでいくみたいな感じなんだと思うんですけど、はい、ちょっとまあ今回は
あそこの海底トンネルの出口のところで、切れちゃいました、はい。まあいろいろ言い訳としてはあるんですけど、まあそもそも今朝起きた時に足が痛かった、足が痛かったってなんやなんて話ですけど、昨日珍しくですね、夕方とか夜に、ここのボルケーノですけど、ボルケーノコムって山ですね、7分8分くらいの山があるんですけど、そこを昼くらいもアタックしてまして、でなんか割とガチで行ってて、なんか PB が取れるぐらいの、あと取れるぐらいというか取ったんですけど、 PB 取る勢いで登ってて、まあ結構疲れてたなっていうのがあります。はいね、あとなんか、まあ、今日水曜日なんですけど、水曜日ってなんとなく週の中でも疲れてるところで、で木曜日が一応休息日設定にはしてるので、まあなんかその多少疲れてても無理して乗ろうっていう感覚が水曜日あって、まあそういう状態で乗ってたっていうのもあります。あ、でこれ最終局面ですが、この一緒に走ってた方 B の方なんですけど、まあまあ勝てるやろうとこの時には思ってたんですけど、でここの勾配がですねマイナス1倍になった瞬間踏んでこうっていう風な戦略で行って、今踏みました。でこれで、はい、さよなら楽勝って思ったんですよねそしたら嘘って後ろついてたみたいな感じで、あっけなく最後抜かれました。はい、でマイナス 1% の勾配のタイミングで踏んでいくと私は最後まで持たないんですね。はい、そこまで力ないので、やっぱ今日早がけしすぎたところはあります。で最後抜かれたっていうのはあると思うので、そこの反省はあるんですけど、ただまあ B の方なので、まあ多分お互い本気じゃなかったと思うんですけど、はい、でも負けは負けということでちょっと反省しています。はい、で順位としては全体で30位かな、全体で30位で A カテゴリーはあんま意味ないんですけど、まあ、18位だったと思います。はい、でまあどうなんですかね、あそこの海底トンネルのところで切れなければもうちょっと前の集団についていけてたんだと思うんですけど、まあそうですね、そこまではまあ届いてないといけないんだろうなっていう感じではあります。はい、でパワーのタイムラインこんな感じで、まあ割と頑張ってたと思います。 3.9 倍ぐらい平均出してたと思います。はい、ということで今日はこんな感じです。どうもありがとうございました。